オイラは植物の観察に来たのさ。ここの植物はなかなか面白い話を聞かせてくれるよ。どんなに小さな花も雑草もオイラたちと同じで生きているんだぜ。そりゃ喋りもするさ。植物だけじゃなく本の声まで聞こえるようになるなんて。本当はオイラたちのことが心配で来てくれるんだろ。ジュリオさんがオイラに太りすぎだって言ってくるんだ。うん、そうだね。最近じゃ本だって話せるんだぜ。野菜だって話してもおかしくないはずだろ。それを言われるとそうなんだけど。そんな、人間だって嘘をつくのです。植物だけが嘘をつかないということはないでしょう。植物のことを知りたいと思ってただけなんだ。もっと知って仲良くなりたいって。でもそれはオイラの願望でしかなかったんだ。常世の戦火と友達になるためにはあいつにどいてもらわなきゃならない。頼むよソフィー。オイラソフィーしか頼れる人がいないんだ。うわー、止まらない。ぶつかる。せっかく気持ちを伝え合えるんだ、ならばそれを人間のみんなに伝えるのがオイラの役割ってもんだろ。